では、次背中のトレーニングに、はい、移っていくんですけども、はい、背中はどういった種目で組まれることが多かったですか。はい、背中は僕は最初にケーブルでのロープでのプルオーバーをいつも最初に持ってきて、まあ、それもあれですね、神経系というか最初のアップ で、はい、で背中のまんべんなくこう収縮させる意識でプルオーバーを持ってきた後に次にまあ重量を扱う系、はい、大体僕だとハーフデッドか、はい、いつもベントオーバーロー、なるほど、まあ、全然その何ですか、種類は違うんですけど、はい、その重量を扱うのを持ってきます。で持ってきた後に次はチンニング、チンニングはまあしっかりフォームを意識して、はい、で重りとかは特につけないですね、しっかりですね。で上がらなくなったらその地面蹴るか、はい、そのシート蹴るかでこのネガティブ、はい、上まで上がってゆっくり降りてくる、はい、でも上がらなくなるまでを、まあ、3、4セットやって、でその後にラットプル、ラットプルは僕はノーマルのバーか、はい、あのマググリップを大中小っていうのを使っていきます、ね、それをやってその後にダンベルでのプルオーバーをやって、はい、で最後にケーブルでのローローっていうんです、はい、で最後収縮を意識しますね。まあ、日によって結構背中は変えることも多いですね、うん、マシンのローリング系のもやったりしますし、うん、それはこの厚み重視だったり広がり重視だったりっていうのでこう分けていくっていう、そうですね、はい、日によって分けるって感じです。まあ、厚み重視だとやっぱりハーフデッドリフトとかローイング系の種目が中心になってくる、ね、はい、下から引くのがやっぱかなり大事だと思います、ね、このフィジークにおいて背中の厚みってこう広がりと比べて重要度に関してはどうなんでしょう。そうですね、逆にその競技者目線になるんですけど、はい、その審査員の席だと一番前じゃないですか、はい、だからこう選手をこう見上げる形になるんですよ、はい、で結構選手もこう背中をこう反らせるじゃないですか、はい、グッて、はい、ってなるとあのクリスマスツリーとかあるじゃないですか、はい、その上の部分のところもこう見えるんですよ、ね、うん、だから結構角度的には見やすい角度なので、なるほど、で距離ももちろん近いですし、はい、でその時にやっぱこう厚みっていうのを並ぶとやっぱすごいはっきり分かるのかなと思います。それはやっぱりこう写真とかこう観客席の遠くから見てるだけだとなかなか分かりづらいですよ、ね、はい、そうですね、審査員の目線で考えるとっていう感じです、ね、なるほどですね。特にこうフィジークっても最近どんどんレベルが上がってきてるので、はい、腹筋がいいとか、はい、アウトラインが良くてこう背中がすごい広がってるとか、こうそれぐらいの選手は ものすごいたくさん、はい、特にオールジャパンの全国レベルの大会になるとそれぐらいはもう皆さんもしっかり抑えて出てくるので、はい、やっぱりそこで差をつけるってなるとやっぱり厚みも重要になってきてるっていうことなんです、ね、そうです、だからワンステップさらに上っていう感じですかね、感覚で言うと。なるほどですね、まあ、なのでこうさらにこう隙のない背中を作るためにやっぱり厚みと広がりっていうところで分けてトレーニングされているっていう感じですね、はい、そうですね。厚み重視の人、広がり重視の人、はい、割合的にはどれぐらいの印象ですか。そうですね、僕はその去年の大会ではすごい厚みがないのが自分の中の課題だと思ってたので、はいはい、厚みの方が頻度は多く取ってますね。なるほどですね、はい、結構やっぱオールジャパンでもベスト6ですかね、はい、並んだ時にやっぱ厚みが足りないなって、な僕自身思ってたんで、はい、マイナス点はやっぱ極力減らしたいんで。なるほどですね、じゃあ背中はあれですね、今年のオールジャパン楽しみですね。そうですねぜひどれだけ井口選手の背中が分厚くなってるかちょっと注目しながら見ていきたいと思います。お願いします、はい。であとまあ背中で印象的だったのが、はい、ケーブルのプルオーバーとダンベルのプルオーバーをやっていらっしゃったのがちょっと印象的なんですけども、はい、あのケーブルプルオーバーはまあ側通目的、まあ、ちょっとアップ的な意味合いも含んでいらっしゃるとおっしゃってましたけども、はい、ダンベルのプルオーバーはどういった目的で入れていらっしゃるんですか。ダンベルのプルオーバーは結構あれですね、その背中の広がりだけじゃなくて、はい、その深部っていうんですか、その奥の方が結構入る感覚があって、なるほど、で結構そのやるときにケツをすごい落とすと、はい、ストレッチがすごいんで、はい、かなり効果はあるのかなと思いますね。なるほど、広げる練習にもなりますし、そのやってるときに、はい、やっぱ肩甲骨の動きも大事にしていきたいんで、なるほど、意識的にはそうですね、変わるんじゃないかなと思います。なるほど、
まあ、なのでそのプルオーバーダンベルプルオーバーに関してはその厚みとか広がりっていうよりもこうしっかりベースになる筋肉筋量をまあつけていったりだとか、はいはい、こう動きのコンディションをこう上げていくみたいなそういう、こう狙いが強くなってくるんですか。そうですね、それに近いと思いますね。かなりしっかりあれも丁寧にやるとかなりきつい種目ではあるので、はい、まあ、なかなかこうジムでやってる方を見かけない種目ではありますけど、そうですね、最近確かに減ってきましたね、まあ、でもやっぱりこう昔からあるいい種目なんで、そうですね、ぜひやってほしいですね、はい、やってほしいです。そうしましたら次腕のトレーニングなんですけども、はい、腕はどんな感じの種目でされることが。腕は僕も背中の日にだいたい2頭ちょっと入るじゃないですか、はい、共同筋なんで、はい、で2頭はだいたい僕は W バー、あ、はい、あれでスタンディングのアームカール、はいはい、で結構僕も高重量扱うようにしてますね。高重量もどれ50キロとかかなり結構扱うようにはしてますね、はい、でまあチンニング使ったりとか、まあ、下ろす時のネガティブ動作を大事にしていて、はい、セット数は僕もそれは決めてないですね。だから途中で何回とか、はい、まあ、5回とかだとするじゃないですか、はい、そしたら5回切るまで、はい、4回しか上がらなくなるまでとかをやったり、なるほど、だから6、6、5って続いたりしたりもしますね、はい、だから終わらないみたいな感じで調子のいい時はどんどん続いていっちゃうあれみたいなっていう時もあるんですけど、まあそれをやって、でその後にインクラインのダンベルカールですね、はい、それをまあ大体ドロップで、はい、まあ、12と7キロとかですかね、うん、でドロップでやって、まあ、上がらなくなったら縦にして、はい、またネガティブで下ろすっていう感じですね、はい、それをやってケーブルでのカールの大体まあ3種目ぐらいですね、2頭は。なるほど、はい、まあ、なので最初の、アームカールでしっかり2頭を潰しておいて、はい、2種目目のインクラインカールでしっかりストレッチで負荷をかけて、はい、ね、最後ケーブルで収縮させてしっかり負荷を入れるイメージですね、はい、そうですね。それかそのインクラインやらないときはハンマーカール、ハンマーカール、はい、ハンマーカールは結構だいぶ重要視してますね。フィジークにとってはハンマーカールでも何ですか、前腕のここの部分と二頭の外側っていうんですかね、入るときやっぱフロントポーズの時もここの三角形を極力フィジークでは潰しに行った方がよく見えるので、やっぱりハンマーカールもかなり大事な種目だと思います。なるほど、ポーズを取った時の隙間をなるべくこう狭くするよう、はい、の方がやっぱこう詰まってやっぱ筋力も多く見えるので、なるほど、それで取り入れてはいます。なるほどですね。前腕ちょっと意外でしたね。フィジーク選手で前腕って、はい、あんまりその一生懸命鍛える方は多くなさそうだなっていうイメージがあるんですけど、ね、やっぱりそういう細かいところまでしっかり鍛えておかないとやっぱりトップのレベルで戦うっていうのは難しいっていうことですね。ちょっとでもやっぱり、ね、見栄え良くしようと思うと。3頭の方はどんな感じですか。はい、3頭の方は結構あれですね、大体あのフレンチプレスですか、はい、ダンベルでのフレンチプレスを、はい、まあ、そんなに重くはないですけど、まあ、30キロとかでやった後に、はい、そのまますぐこのプッシュアップっていうんですか、はい、をドロップで上がらなくなるまでやりますね、はい、もう上がらなくなるまでっていう時点でもうどんなにきついんだっていうのがもう想像できちゃうんですけど、まあ、それが1種目目ですね、はい、それをやった後にその後はケーブルですね、はい、ケーブルでのトライセプス、なんていうんですか、プレスダウンですか、はい、やってそのまますぐ大体まあ中重量っていうんですかね、はい、でしっかり効かせた後そのままなんていうんですか反対向いてこのまま、あ、なるほど、違うプッシュ系っていうんですかね、はい、切り替えてやりますね、はい、その、まあ、大体その2種目ぐらいですね、はい、腕の日にはもう3頭がその時点でパンパンなんで、あ、なるほど、はい、2種目ぐらいでもうだいぶひひ言います、ね、なるほどですね。そうなると結構腕3頭に関してはもともと入りやすい体質、はい、だと思いますね、はい、かなり入っちゃうんで。なるほどですね。そのフィジークにおける優先順位を考えるとそこまでこう3頭も思いっきり追い込む必要は、まあ、もちろん追い込んでらっしゃると思うんですけども、はい、
こう肩とか背中とか、はい、そういった部位に比べるとやっぱり少し優先順位が落ちてくるっていう感じですか。そうですね、僕の中ではですけど、まあ、今年はちょっと、ね、力入れたいんですけど。なるほど。ちょっと時間があれば時間があれば、まあ、そこですよね。やっぱりこう日々のお仕事とか生活がある中 で、はい、でやっぱりどうしても限られた時間で最大限のこう成果を出さないといけないってなると、はい、やっぱりどうしてもこう優先順位をつけてやっていかないといけないんで、はい、こうやりたいことが全部できるわけではないですね。そうですね、何かを増やすとどうしても何かを省かないといけないんで、なんか難しいですね、選択が。まあ、そうなるとやっぱり時にはその三頭をちょっと犠牲にして他の部位にちょっと時間を回さないといけない時がまあ出てくるかもしれないという感じですね。まあやっぱりこう種目の組み方一つとってもやっぱりこだわりを感じるという、やっぱりこうなんとなくやってる種目がないですよね。そうですね、ちゃんとこの種目をこういうやり方をするのはこういう理由ですっていうのがはっきりしてるからこそ無駄のないトレーニングにまあなってるのすごい感じました、はい。まあ、それでもあの強度で3時間トレーニングできるっていうのは本当すごいなと思いますけど減量マッチとか、はい、バテて集中力切れちゃう時とかないですか。そうですね、いや全然もうジムに行くのも嫌ですし、はい、もちろん、まあ、そのジムでも結構知り合いが多いので、はい、まあ、その人たちに助けてもらった感じが多かったですね。特にも去年は、はい、そういう感覚が多かったですね。その今ジム来てるんで来てくださいとか、はい、なんていうんですか、呼んでくださったりとか、なんかすごいやっぱ人に助けられたなっていう感覚はありましたね。やっぱりそういうトレーニング仲間にこう、はい、助けられて鼓舞してもらって、そうですね、背中を押してもらったっていう感じですね。なるほどですね。やっぱりそういう仲間の存在ってありがたいですよね、はい、本当に。まあそうしましたらこう来、今年の、はい、まあオールジャパン、グランドチャンピオンシップに向けて、はい、まあ、今課題を、ね、改善するためにいろいろ取り組んでいらっしゃると思うんですけども、はい、まあ、まず背中のこう厚みというのが一つ、はい、あの出ましたけども、その他にこう今年のシーズンに向けての課題ってありますか。はい、今年の課題は、まあ、あれですね、やっぱり選手の中でも僕は体重軽い方だと思うので、はい、まあ、全体的なバルクアップを図りたいなとは思っているんですけど、特に背中の強度はもちろん上げてますし、はい、でやっぱ足もまあ少しずつ僕も成長している感じはしているので、はい、足にも力も入れてますし、はい、まあ、胸ももちろんのこと、はい、まあ、肩ももちろんのこと、はい、だから特に力入れてるのは背中と足ですね。なるほど、はい、うん、足、まあ、ちょっとあの種目聞き忘れてましたけど、はい、足は、足はどんな種目で取るんですか。足はですね、ペーペーなんですけど、最初にあれですね、レッグエクステンション、はい、であれでも最初にかなり潰しに、なるほど、まあ、フルスタグですね、僕、はい、でドロップ、はい、でやって、でその後にレッグプレスをしっかり重量に乗せて、はい、でワイドと狭めの、はい、で結構僕はフィジックは特にまあやっぱ外側、はい、足の外側が大事なんで、はい、結構外側に入りやすいようにな足の位置とかでやってますね。それをやって、で最後にスクワットを、はい、まあ、そんな重量上がらないんですけど、こうフルで下まで上げるのでやってます、ね、でハンマーをマシンでやったりする感じですね。なです、はい、かなりボリューム多いですね。そうですね、まあ、そんな全然もうかなり種目数も多くて、もうしっかりもうボディービルダー並みの情熱を持って鍛えてらっしゃるんだなっていうのわかりますけど、意気込みは結構なるほど将来的にクラシックフィジークとかボディービルに挑戦される予定とかあるんですか。そうですね、出れたら出たいですけど、まあ、今はちょっとフィジークでてっぺんを取りたいですね。なるほど、そっちの方が今は、うん、まあ、フィジークでしっかり頂点を取ってからのステップとしてっていう感じですね、はい、憧れはすごい。なるほどですね。伊吹選手実はお尻がすごくてですねあのお尻のサイズはもちろんなんですけども、お尻の仕上がりがもうあのボディービルダーもうそこら辺のボディービルダーじゃ太刀打ちできないぐらいのすごいカットがお尻に入ってるんですよね。あの写真見せてもらいましたけど
なのでぜひぜひ早くですねあのお尻を観客に見せてほしい、ボディービルで見せていただきたいなと思っているんで。そうですね、ちょっと、はい、ぜひ今年フィジークで頂点を取っていただいて、はい、来年はクラシックフィジーク、まあクラシックフィジークだとお尻隠れちゃう。そうですね、ちょっとやっぱりボディービル、挑戦していただければと思います。はい、で、あとまあフィジークで大事な部位ってなると、こう腹筋も大事になってくると思うんですけど、はい、腹筋のトレーニングはどういう感じでされてますか？腹筋は、昨シーズン、はい、去年ですかね、はい、昨シーズンはいつも毎回3種目やってたんですけど、はい、ぶら下がっての足上げ腹筋と、はい、あとケーブルでの土下座と、はいはい、あの7キロかの重りを挟んで この引き付け腹筋で、はい、大体、まあ、下部で全体、はい、上部って分けてやってたんですけど、はいはい、今シーズンはもう1種目ですね。あ、そうなんですね。はい、僕腹斜筋はやってないんですけど、はい、今シーズンはもう1種目に絞りました。腹筋はもうだいぶいい感じなんで、それほどこう、まあ、今キープするぐらいでいいかなという感じですか。なんていうんですか、腹筋はもう前までその3種目でだいたい20分ぐらいかかるんですよ、はいはい、でそのだいぶ次の種目の質も落ちてしまうんで、はい、ちょっとやっぱ他の部位に力注いだ方がその後っていうんですかね、はい、効率いいのかなっていうのと、はい、ジュラシック木澤さんが腹筋を週に1回しかやってないってことをお聞きして、はいはい、あ、それぐらいでも大丈夫なのかなと思って、はい、まあ、ちょっと今試してるって感じですね。週、まあ、週に2、3回ですね、はい、その1種目しかやってないんですけど、まあ、それもやっぱり優先順位の問題で、もっと他の部位に優先順位を上げていきたいということと、そ、ね、まあ、その分こう1種目のこう質を上げて、はい、もうその1種目で、まあ、少ないセット数、回数でも頻度でもこうしっかり腹筋を成長させられるかどうか、まあ、ちょっと試しながらやってるって感じ。そうですね、今だから実験中って感じですね、まあ、その成果がまた今年の大会で見られるというわけですね。はい、なるほど、ありがとうございます。その他に何かこう今年の課題として、まあ、全体的なバルクアップと、はい、まあ、背中の厚みとこう足のサイズみたいなところがありましたけど、はい、その他に何か今年特に改善していきたいポイントってありますか？そうですね、今年改善したいってなると、そうですね、胸の上部も特に、まあ、もっと力を入れたいですし、うん、あとってなると、まあ、ポージングとかですね。あ、なるほどですね、はい、結構やっぱフロントポーズってやっぱ簡単そうに見えて結構難しいので、はい、そこはやっぱもうちょっと練習していきたいなとは思います。ポージングの奥が深いですよね。知れば知るほど深いです、本当に。それこそこうちょっとした指先の角度一つで見え方も全然違いますし、はい、やっぱり審査員のこう先生から話を聞いたりしても、やっぱりすごい細かいところまで見てますよね。そうですね、特にこうフィジークの場合はこうボディービルに比べてポーズがシンプルなので、はい、その分こう体の完成度のこう差がどうしても出やすいというふうに、まあ、言ってる方も、まあ、いらっしゃるので、はい、やっぱりそういう意味ではこうポージングでしっかり、まあ、せっかくつけた筋肉が隠れてしまわないように、はい、そうですね、練習もしないといけないということですよね、はい、そうですね、年々だからポージングの重要さも分かってくるなとは思いますね、うん、やっぱりポージング練習の頻度とか時間ってどれぐらい取られてるんですか？はい、頻度は、そうですね、大会前、去年は家でやったりとかは全然もう数十分とかですけど、はい、でも週に1回ですね、はい、週に1回フィジークだけで1時間ぐらいです、ね、ああ、なるほど、はい、結構やっぱりそれなりに時間を取ってしっかり練習されてましたね、はい、まあ、結局やっぱ大会で勝ち進んでいけば大会でポージング取ってる時間が一番長くなってしまうんで、はいはい、それでもやっぱどうしても僕らでもやっぱバテちゃいますし、やっぱポージングっていうのはやっぱ普段からやっといた方がコントロールもやっぱしやすいですし、そうですよね、やっぱりフィジークの大会でも、はい、大会の翌日にもう全身筋肉痛になったりとかします？あ、します、します、はい、やっぱりそうですよね、あるある、そのボディビルは特にそうですよ、はい、します、します、本当に、まあ、普段から練習しててもやっぱりそうなりますよ。そうですね、やっぱパンプアップがやっぱかなり戦力なんで、クタクタですね、次の日本当に、まあ、だからそれだけ練習しとかないとやっぱりもうステージ上で普段のパフォーマンスは発
揮できない。そうですね、全力で見せるにはやっぱ何かやっておかないとダメですね。ポージングの指導とかってやっぱり受けていらっしゃいました？あ、ポージングはそうですね、受けてました。当時その梅田のゴールドジムさんで、はい、毎週土曜日朝9時からやったんですけど、はい、その無料ですごいやってポージングアカデミーやってますよね。そうです、はい、やってくださってて、はい、それにいつも行かせてもらった。あ、なるほど、はい。まあ、なのでこう決して自己流でやってるわけではなくて、やっぱり知ってる人にきっちり教えてもらいながら。そうですね、まあ、基礎っていうかプレアクションとかはもうヒントしかもらえなかったりもしますし、はいはい、自分で考えてきてってなりますけど、はい、やっぱ基本ポーズもしっかり、まあ、背中とか特に見えないんで、はい、角度とかやっぱり大事じゃないですか、はい、それでやっぱ教わっといてよかったなとやっぱ毎年思います、ね。なるほどですね。うん、まあ、そうなると今年もしっかり指導を受けながら。そうですね、しっかり考えながら一番よく見せれるポーズを。なるほどですね。まあ、ここまでね、いろいろと伊吹選手の取り組み方、トレーニングの組み方からですね、今年の課題に至るまでいろいろ教えていただきましたけども、本当にね、お話を聞いていると、今年のね、体がもう楽しみで楽しみで仕方ない。やっぱり今年も本当にベストのパフォーマンスを発揮していただいて、グラチャンでね、一番いい位置に立って笑顔でこう写真に写ってらっしゃる伊吹選手の姿を見れるのを楽しみにしておりますので、はい、今年もトレーニング頑張ってください。ありがとうございます。はい、はい、今回はですね、伊吹選手に B レジェンドジムまでお越しいただきまして、トレーニングについて教えていただきました。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもですね、伊吹選手から聞きたい話があればコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。